人生書き色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生書き色です。俺たちと、PS4 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトはライガになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。今ですね、アーケードアーカイブスなんで、1991年に、アーケードで稼働したゲームなんですけどもね、僕はちょっとあんまりこういうゲームがあった記憶ないんですけどもね、ただこういうゲームが好きなんで思わず買っちゃいました。皆様ちょっとお付き合いください。あれ絶対ね、ゲームセンターの中にこんなのあったはずなんですよ。あ、しまった、オープニング、すいません、次ときますね。スピードが思ったよりないな。やっぱこの時代のはね、まだね、あんまりオートレジャーがないんですよね。だからちょっと、あ、スピードアップある。あー、いわゆるグラディウスと似たような感じのパワーアップしてるようですね。まあ選べないですけど、オプションがつくか。まあ、この時代やっぱり横スクロール系と縦とね、両方ありましたけども、こういったゲームもやっぱり一定数はありましたよね。だからどうしてもこう、このパワーアップをきっちりやっていくというのが大事っていうね。あれ真ん中出せ。ゲームセンターはね、ほんといろんなゲームが、この90年代前半まだまだありましたからね、いろんな。まあシューティングが必ずしもあったわけじゃないんですけども、でもシューティングはやっぱ一定数あってね、そういうのはやっぱりこういうのは、切磋琢磨、普段もやっぱり、そういうのはやっぱりね、ここは、あったら必ずやる派でしたね。まだスト2とかが出始めぐらいですかね、91年とかですから。うん、だからちょっとまだこういったゲームの方がひょっとしたら多かったかなっていう。もういわゆるベルトスクールアクションとかね、そういったゲームの方が多かったなっていう記憶があります。オートレジャーとかねえのかな。まあ難易度的にはやっぱりね、こういう手のゲームはやっぱ1年、2年ぐらいまでは、1年前かな、まだある程度マシなのは。あ、上かくんの？え、上ってこと？え、上から上？上？当てらんないんですけど。やってみようね。絶対来ると思った今。これはターンができるのか、確かちゃうかったっけ。そうだよね、うん、このゲームはね、こうやってね、左右ターンができるゲームなんで、だからまあ、やった、よっしゃー。ちょっと難易度は抑えめ、控えめって感じですね。いいな、やっぱこういうのいいな。キャラクターの顔買ってんのが欲しいですけどね、本当にね、できれば。ゲームはね、こういうね、障害物出たときに、そこまで行って OK なのか OK ないのかっていうのがね、微妙なんですよね。本当に。あと、パワーアップのとき、この英語、あっ、え、死んだ、マジで、やべえ、やべえ。え、なんで言われたの今。わからなかった。やべえな、こういうとこでパワーダウンする一番きついんだよ、このゲームな。しかも序盤だぜ、まだ。2枚でも。あー、きつい。あー、きつい。お、シールド、よかった。スピードが遅い、やっぱり。おおおお、これね、できるだけこうサイドを攻撃というか上位を攻撃できる武器がないときついですもんね、考えてみたら。あ、危ない危ない危ない、シュルシュルシュル、あっぶね。このエンジンを確実に壊さないとですよね、やっぱりね。おおおお、よし、
でもちゃんとこう考えてくれていいですね。面に即したような武器が出てくるから親切設計がシューティング思ったよりは。もうちょっとねこうタクティカルに本当にターンが使わなきゃクリアできないみたいな作りしたらもっと良かったのにな。エンジンを壊して、エンジンを壊すブラスター、タクティカル。そろそろ変わってもいいのかな。よし、このでけえやつが思いっきりボスってことじゃねえのか。これすげえでけえ、やっぱレーダーだから。ゴムトだゴムトすげえあんじゃん。これやべ、これをだからきっちり壊していかないとダメってことだもんね。モーニングってなんだろう、ミサイルか。こっちか。これまだ、あか、あ、危ない、かわしにく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 い。 OK か、まだか、まだか。避けにくいんだけど、こいつのこのなんか自分の攻撃で見づらい。やったか、よし。あー、危ない危ない。いや面白い、うん、なんか自分的にすごい適度なあの難易度ででももうすでにいびたいっす。電車がしんどい。出たよ、この手のゲームのこのよくあるパターン。絶対こうエイリアン的な目になるっていう後半ね。まあ R タイプとかよくこんな感じでしたけど、まあ大体これパターンですよね本当に。まあ別にいいんすけど、いいんすよ別にそういうのは、うん、でもやっぱりなんかけど安易な感じがするんですよね、いつも見てて。こうしときゃいいんだろみたいな、こうしたらこうしときゃおめえら好きだろこういうのみたいなね。なんかそういう風に見えちゃうんですよね、なんか流れというかね。シールドはね、シールドはね、シールドかな。これ上か下か結構迷いますよねこういう時ね。あれ違うの、シールドいいんだよ。危ない危ない、ちょっとスピード上げすると怖いんだよな、これ。こんなんこれでこれでスピードアップいらねえわ。なんかよくわかんない、壊せるけどなんか延々出てくる泡ってやつね。こっちの方がいいわ、タクティカルの方がいいわ。なんでみんなこういうパターンするんだろうな。怖っ、びっくりした、取れない。取りたいけどなあれ。あっ、しまった。あー、やべえ、ここでやべえ、ここでパワーダウンやべえ、きついわー、ここで何もないのきついわー。まあ、確実にねこうやって来てくるのはありがたいですけどね、パワーアップがね確実に来てくるのは嬉しいんですけど。来たな、タクティカルにこうやんなきゃやべえ面、ね、お、来た。来い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 、
パワーアップが取りづらい。どんだけ食うんだよお前ら。グミ吐くよグミを。グミ吐くんじゃねえよ。君たちの今美味しいんでしょうけど。よっしゃ。つうかボスってここでボス？何ここでボスって？なんすかこの狭いところボスって。あ、広くなったわ。なんか当たってる感じがしねえんだけど攻撃が。なんだろう、ここじゃないの？違うのかな。なんか当たってる感じがするとしないんですけど。だ、通ったわ今。ここ通ったね今。しまった。あー、ここでかー。ここでこれきついな。さらにパワーダウンはきついな。ここでしまった。あー、死んじゃった。終わりかー。こっち頑張りたかったなぁ。だけど頑張りましたね結構ね。残念。あー頑張った。イエーイ、いきまーす。イエーイ、1位です。嬉しい、これは嬉しい。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ライガいかがだったでしょうかね。アーケードアーカイブスの中でもまあこのゲーム本当にさっきも言いましたけどね、あんまりゲームセンターで見かけることなかったんでね、これを機会にプレイできてよかったなと思います。こうやってね、たまにはね、アーケードアーカイブスの方をね、動画したりしますので、皆様よろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いしますね。はい、ということでね、プレイステーション4ソフトに関しましてもまだ、様々ゲームプレッシャーの盛り方で率直な感想を述べたりしなくて、よろしければコメントをいただきますと嬉しいです。コメントが違った方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。